ナックルはストライク、膝元をつきました。さあ投球5球目、見逃しの三振、ここでタイムです。ここでピンチヒッター白石、バッター白石、はい、背番号10、打った二遊間抜けた、ヒット二塁送球セーフ、ビッグイニングになった。ツバメ打線爆発、ここまで2安打の青木、投げた初球を見送ってストライク、まずは初球決めてきました。アウトコース高め、直球決まってストライク、バッター追い込まれました。追い込んでから投げた低め、ナックル外れても、第4球を投げました、引っ張った、インコース引っ張った、カーブ投げました、ナックル外れました、ツーストライクツーボールです。投げました、打った、左中間にボールが抜けていった、二塁へ、飯原ホームイン、スワローズここで追いつきました。青木タイムリーヒット、ここで絶好調男田中、第1球を投げました、低めいっぱいストライク、初球まずは入れてきました。第2球を投げました、ナックルはボール低め、ワイドアップ、投げました、低め際どいボール、次は4球目、投げたストレートはボール外へ、ワンエンドスリーから投げた、打ちました、ヒットになります。三塁送球、三塁セーフ、白石三塁ですと、さあこれでツーアウトフルベース。第1球を投げた、ナックルはボール、ボールカウントワンボール。さあ次の投球です、直球ストライク高め、ワイドアップ、豪快に引っ張った、ファウル、追い込んで投げた、外側見送ってボール、外角ナックル外れてボール、ツースリー。さあ6球目、インコース引っ張った、新井がっちり取って一塁送球アウト、スリーアウトになりました。7回が終わって8対8、スワローズ同点に追いついています。ここでタイムを取りました。シコースキーマウンドを降りました。木田今日5人目のピッチャーとして登板です。これからカープの攻撃に入る。この回のトップバッターは島、投げました、ストライク、ひと元厳しいところ、空振り、バッター追い込まれました。さあ4球目、ストレートはボール高め、投げました、打った、抜いた、打ったバッターは二塁へ向かった、セカンドへ送る、二塁はセーフ、島左中間を真っ二つに破るツーベース。ここまで2安打のクラ、第1球を投げました、ストレート決まってワンラッシング、アウトコース低めに入れてきました。第2球を投げました、打ちました、一塁へ、一塁アウト、ワンアウト、ここでタイムがかかります。この場面で期待できる男、イオバッター、イオ背番号第1球を投げました、高め際どい球ボール、スローカーバーストライク、膝元へ、直球打った、青木余裕があります、取りました、ショート中継、今日2本のヒットを放っている東出、ストライク、胸元厳しい球、際どい球ボール、ワンエンドワンから投げた、ここで怪我を負った選手の情報が入ってきました。東出デッドボールを受けて負傷したようです。今ベンチから出てきました。プレーに戻っていきます。ここまで2安打のアレックス、直球ボール、まずは内角ワンボール、
ワンボールから投げました。あっと抜けた。第3球を投げました。スローカーブ決まってストライク。投げました。低めわずかに外れてボール。さあ投球5球目打った。取ってこれで3アウトチェンジ。ランナー2人残塁です。8回の表が終わって8対8現在同点です。ここでタイムです。フェルナンデス降板。横山今日6人目のピッチャーとして登板です。フェルナンデス代わりまして横山。これからスワローズの攻撃に。先頭バッターは4番ガイエル。スライダー見送ってボール。ワンボール。初球ボールから投げました。ストレートはボール。アウトコースへ。第3球を投げました。打ちました。センター交代。ダイレクトフェンスに当たった。二塁へ。二塁セーフ。スワローズ今日4本目のツーベースヒット。バッターは5番ニアで、これが5打席目になります。ストライク。熊本厳しいボール。ワンストライクノーボールです。さあ次の投球です。おお速球外れました。打った。センター前クリーンヒット。ニアで初安打。ショート宮本速球ボール。スライダー空振り。ワイドアウト。さあ3球目。おっと届け。これは完全なボール球。第4球を投げた。打った。ヒット。ボールは中継。スワローズここで勝ち越しました。貴重な1点。宮本タイムリーヒット。バッターは7番飯原。今日5打席目。直球ボール。まずは高め。ボールカウントワンボール。外角低めいっぱい。ストライク。まっすぐできました。第3球を投げました。速球ボール。インコースへ。投げました。速球決まってストライク。インコースいっぱいいっぱい。二塁ランナースタートを切った。直球打ちました。ボールを取った。ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。ここでバッターは福川。これが5打席目になります。投げました。直球ストライク。インコースへ。投げました。打ちました。ヒット。センター前ヒットになった。三塁ランナーホームイン。スワローズさらに1点追加。福川センター前タイムリーヒット。ここでタイムを取りました。横山マウンドを降りまして、長川今日7番手としてマウンドに上がります。バッターは代打ユウイチ。スワローズ選手の交代をお知らせいたします。バッターユウイチ背番号。さあ初球ボール。ストレート外れました。これはわずかに高いか。1球目ボールから投げた。打った引っ張った。二塁送球。二塁アウト。一塁はどうか。一塁はセーフ。今日3本のヒットを放っている青木。外角際どい球ボール。さあ2球目。アウトの直球ストライク。さあ3球目。内角高め打った。レフトの後ろワンバウンドヒットになった。ボールは中継。スワローズリードを3点に広げました。青木レフト線へのタイムリーヒット。フォーク決まってストライク。ワンストライクノーボール。1球目ストライクから投げた。内角際どい球。ワンストライクワンボールです。投げた。内角直球ストライク。さあ4球目。引っ張った。切れました。ファウル。直球打ちました。これはヒットになります。センターからセカンドへセーフ。右バッターボックスは3番ラミレス。カープここで点を入れられると非常に苦しくなってきます。投げました。フォークはストライク。さあ3球目。落ちる球外れました。ダビレスよく見ています。第4球を投げました。まっすぐ決まったストライク。ギリギリいっ
っぱいを連れてきます。投げました、打った、三塁線フェアだ。三塁ランナーホームへ、三塁ランナー今ホームイン、続いて二塁ランナーも今ホームイン、ビッグイニングになった。ここでタイムがかかります。長川5番、青木今日8番としてマウンドで上がります。そしてこの回10人目のバッター、ガイエル、カーブ、ここで点が加えられるようなことがあると非常に厳しくなってきます。投げました、スライダー、決まってワンエンドワン、際どい球、第3球を投げました、あっと打ち上げてしまった。青木落下点に入った、取りました、これで3アウト。8回の裏が終わって13対8スワローズ5点勝ち越しです。ここでタイムです。木田マウンドを降りまして、原田今日6番目としてマウンドに上がります。いよいよ最終回を迎えます。この回の先頭バッターは栗原、外れたボール、第2球を投げた、シュート見送ってストライク、インハイ決まってワンエンドワン、ワンエンドワンから投げた、インコース詰まった、ファーストへ、一塁アウト、ワンアウト、バッターは4番新井。さあ初球アウトコース、わずかに外れてボール、直球外れました、新井集中しています。シュート決まってワンツー、際どいところ、インコース詰まらせた、原田足が止まって構えた、掴みました、新井ピッチャーフライに倒れました。さあいよいよあと1人、ストレート見送ってストライク、インハイ決まってワンナッシング、投げた、落とした、ボール、第3球を投げた、ストレートはボール、低め、第4球を投げました、打った、ライト前ヒット、打ったバッターは1塁蹴って2塁も狙うか、間一髪セーフ、前田懸命に走りました、前田意地のツーベースヒット。そしてバッターボックスはそよぎ、今日5打席目、ボールアウトコースへ、ノーストライクワンボールです。投げました、直球ボール、ノーツー、ノーツーから投げました、フォークボールストライク、投げました、ストレートはボール、そよぎよく選んでいます。ワンエンドスリーから投げました、際どい球、選んでフォアボール。ここでバッターボックスは島、さあ1球目ストレート見送ってボール、インコース際どいところ、さあ2球目外角ギリギリいっぱいストライク、高い球打った、クリーンヒット、ボールは中継、カープ、今日14本目のヒット、ここでタイムを取りました。原田降板、竹山満塁の場面での降板です。ここまで2安打のクラ、第1球を投げた、打った、一塁送球、一塁アウト。最後のシーンのリプレイをご覧ください。試合終了。さて今日のヒーローは宮本、今日の試合を決定づける勝ち越しタイムリーを放ちました。お伝えしてまいりました試合は東京ヤクルトスワローズ対広島東洋カープ、13対8スワローズ勝利しました。実況担当川地直樹で神宮球場からお伝えいたしました。